はい、それでは今回はですね、質問をいただきましたので部分積分の計算の方法について話をしていきたいと思います。実際の問題を使ってですね、話をしていきますけども、途中ちょっと積分全体の話をしていきます。で、まあ統計検定に限って言えばそこまで深い知識は必要ないかなと思いますが、まあ部分積分の全体像をここで捉えてもらえるといいかなというふうに思います。はい、それではですね、部分積分が登場したのは統計検定準1級ですね、2016年6月の第10問で登場しましたので、実際のそちらの問題、まあ計算部分にフォーカスをして話をしていきたいというふうに思います。はい、まずはですね、式が立ったところからになりますので、まあ平均を求めてくださいと言われて ET イコールと、まあ確率変数 t ですね、かける確率密度関数ラムダかける e のマイナスラムダ t 乗ってことで、まあ平均が出ますよっていうところからですね。はい、ではこれを計算していきたいと思います。まずはですね、 t についての積分となってますので、このラムダはまあ関係のない数字とみなして前に出しましょう。はい、ラムダを前に出しましょう。そうすると残った関数は t という、まあ、整数関数、そして e のマイナスラムダ t 乗という、まあ、指数関数ですよね。はい、これらが掛け算になってますと。ということで部分積分の登場になります。関数同士の掛け算になっているので部分積分を使いますが、ここで今ちょっと点線で一回ストップしてですね、話は部分積分の、まあ、まず先に公式ですよね。公式を考えると、これ普段ですね、僕数三を教えているので普段の教え方っていうところであまり世の中の参考書にないようなちょっと話になりますけど、こんな風に捉えてくれるといいかなというふうに思います。今の状態がですね、この関数×関数、つまりここで言うと fx×gx のように関数×関数になってます。こういう場合はっていうと、片方の関数を、まあ、積分して微分という形に話を変えます。どういうことかというと、 fxgx で片方の関数ってどうやって決めますかっていうのは後で話をしますけど、どちらかの関数を積分して微分する、つまり gx っていうスモールの関数が今あります。これをですね、積分するとラージに変わるんですね。ラージで、このラージを微分すれば元に戻りますよね。積分、微分、これはスモールとラージの関係っていうのはもう数学でまあ決められたルールです。スモール、ラージということで積分、微分です。ということはよく見てください。 GX をですね、ラージ GX に変えました。つまりここからここへは積分してます。でもそこに微分の表記があるということは、この波線の部分ですね、 GX で積分しました、微分しました。なのでこの部分っていうのはそのまま GX と同じですよね、別に。いいですかね。なのでこの式はイコールでつないで問題ないですよね。 FX は変えてません。 GX はラージで積分して微分してあるので、結局は GX、 スモール GX ですよと。いいですね。はい、という表記に変えて、合言葉はそのまま、 FX そのまま、 GX は微分のこの中身、ラージの方ですね、そのまま中身、FX を微分中身、そのまま中身、微分中身っていう風で部分積分します。はい、っていうのが一応まあ僕なりのですね、部分積分の公式になります。いいですね。なので GX を微分した形、ラージ GX を微分した形で、この中身を GX、ラージ GX、ラージ GX っていう風に書くんですね。はい、こんな形で部分積分というのは解けますよということになります。じゃあ今からやりたいことは、この FXGX ってどっちかを積分して微分しましょうっていう話なんですけど、その決め方です。今回は FX に着目しましょう。はい、FX の決め方、つまり何もいじらない方の決め方です。いいですね。何もいじらない方の決め方の優先順位はこんな風になっていて、あんまりどうですかね、高校でもあんまり先生こう感覚でわかるでしょっていうようなところで飛ばすと思うんですけど、まあこんな形でですね、1位は対数関数ログが出てきたらもう fx 決まりですね。その次になりやすいのは整数関数で、まあこのような形です。 3x プラス2とか、2x 2乗プラス4とか、そんな形ですね。でそして三角関数、指数関数という順番で、だから指数関数がまあ fx になることはほぼないってことですね。はい、こんな形で fx を決めれば戦いをしてですね、
例えば対数と三角ってなったら対数を fx にしましょうねみたいな風ですね。ということはその漏れた方はこのように g の方になるので、まあ積分して微分する方ってなります。今回をじゃあ見てみましょう。t と e のマイナスラムダ t 乗ってことは t は整数関数になります。t は2番。そして e のマイナスラムダ t 乗、つまり指数関数ですよね。e のマイナスラムダ t 乗。っていうような形で2番、4番っていうことは、これ2番が優先順位が高い。つまり t の方が優先順位が高いので、e のマイナスラムダ t 乗の方を、まあ g というふうに見なしましょう。つまり e のマイナスラムダ t 乗を今から、はい、積分して微分した形。まあ、つまり今から積分しないと中身はわからないということですよね。はい。ということで目的は、この e のマイナスラムダ t 乗を積分したいっていう話になります。はい、いいですね。そうすると、まあ、e の x 乗の、まあ、微分も積分もですね、e の x 乗の微分も積分も、結局は e の x 乗ですよね。e の x 乗。まあ、それと同じで、e のマイナスラムダ t 乗っていうのは、積分すれば、e のマイナスラムダ t 乗になります。ただし、ここでもう一個、はい、ここに書きましたが、ある関数ですね。ある関数。これはもう一般化した話になっています。fax プラス b というある関数を積分インテグラルですね。積分しましょうねとなったら、x の係数分の1。これ、いいですね。一次式の時は、x の係数分の1。a 分の1が積分したものにかかります。いいですね。ということで、今、この部分ですね。e のマイナスラムダ t 乗というふうで、マイナスラムダ t。だここがですね、ax プラス b になってますけど、ここはマイナスラムダ t というふうに考えてください。そうすると、a 分の1っていうのは、係数がマイナスラムダなので、今回はマイナスラムダ分の1っていうのがかかるということですね。前にかかるということです。なので、全体としては e のマイナス、e の x 乗って見てくれていいですね。e の x 乗。つまり積分をすれば、まずは e の x 乗、今で言うと e のマイナスラムダ t 乗。ただし一次式の時は a 分の1っていうのが前にかかるので、係数のマイナスラムダ分の1が前にかかりますよ。いいですね。これが積分、そして表記として微分っていうふうにしとけばイコールで問題ないですよね。はい、なので微分マークを打っておきましょう。はい、こんな形で e のマイナスラムダ t 乗が、まあ、積分できましたよってことですね。はい。あとは、ちょっとここら辺さらっといきますけど、さっき言ったように、そのまま中身、微分中身、という風でいきます。はい。そのままなので、まあ、まずはですね、ラムダ前に出てますので、全体、ラムダかかりますね。はい。で、そのまま中身、微分中身でいきますね。そのままは t。はい。そのまま。中身は微分の、この中身を書いてくれればいいので、そのまま中身ですね。中身。はい。いいですね。そして、マイナスのインテグラルで、微分中身です。t を微分したら1ですね。微分、はい、中身そのまままた中身と。こんな形になりますね。はい。カッコ、まあ、これ、ここの方がいいですかね。カッコは厳密に言うとここの方がいいですよね。はい。こんな形で、そのまま中身、微分中身というふうになります。はい。そうすると、あとは積分していきましょう。なんですが、はい。まずはですね、ラムダを、まあ、全体にかけておきます。ラムダが約分みたいな形で、まず前の、カッコですかね。には、ラムダがかかると、ラムダとラムダが約分できますね。はい。後ろにかかると、ラムダとラムダが約分できます。はい。という形で、ラムダは消えてます。はい。そして、中身、そのまま書きました。残った中身を書くとですね、マイナス t の e のマイナスラムダ t 乗残ってますね。0から無限大。そして、後ろは、このマイナス前出すと、まあ、プラスに変わりますよね。プラス。はい。そして、e のマイナスラムダ t 乗っていうのが、これ、積分で残ってます。インテグラルそのまま残ってます。いいですね。はい。で、ここでですね、この部分、e のマイナスラムダ t 乗っていうのが、まあ今、積分の中に入ってるんですけど、e のマイナスラムダ t 乗、マイナス乗なので、分母に来ますよね。そうすると、e のラムダ t 乗分の1というふうに書き換えることができますよ。いいですね。はい。で、書き換えた形で、ちょっと表記をさせてもらうと、マイナス t は前にありますので、はい。そのままマイナス t。
そして e のラムダ t 乗分の1なので分母に来ています。いいですね。はい、後ろはそのまま e のマイナスラムダ t 乗また積分しましょうなので、もうこれいいですね。さっき積分しました。 e のマイナスラムダ t 乗の積分はしましたので同じです、表記としてはね。はい、同じようにマイナスラムダ分の1かける e のマイナスラムダ t 乗、いいですね。で、ここですね、次の関門はここで、この前のインテグラル、まあインテグラルというか積分ですね、積分っていうのはどうなるかっていうと、上を入れて t にですね、上の無限大を代入して0を代入してっていうふうで引き算ですね、上引く下っていうふうにやりますけど、次ここですね、ポイントはこのグラフと増え方っていう話で、y イコール e の x 乗と y イコール x と y イコールログ x って今書いたんですけど、指数、整数、対数ですよね。こんな風に基本グラフはなってます。つまり、これ見てもらうと分かるんですけど、今、t に無限大を入れていくと。無限大を入れていく。つまり、このまあ、今で言うと、x 軸ですね。ここは x で話をしてますので、x 軸がどんどん大きくなって、無限大になった時の増え方っていうのは、指数はめちゃめちゃな勢いで、こう角度が急でですね、どんどん増えていくわけです。で、整数はまあ、この一直線の状態。対数は増え方は、まあ、少ないんですよね。このイメージを持ってもらうと、増え方は見た通りですけど、1位、2位、3位と決まるわけです。じゃあ、これを踏まえてですよね。踏まえて、この e の前、まあ、e のラムダ t 乗分の t ってなってますけど、ここに無限大を入れると、t に無限大を入れましょう。まあ、ラムダがかかっても無限大は無限大なので、e の無限大乗、そして t に無限大を入れると、分子が無限大。じゃあ増え方は下の方が増え方は大きいんですよね。指数の方が増え方は大きい、そして整数の方が増え方は小さい、ということでこれがどん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 無限大になっていくと、増え方はこちらがすごい大きい状態になってます。分母がすごい大きい状態になってます。はい、なのでこれ全体としては分母めちゃめちゃ大きい、分子はそれほど大きくないっていうことなので、ゼロになりますよっていうことですね。はい、で、まあ、0を入れても上が0になっちゃうので、結局は0を入れても0、そして無限大入れても今の話で0ということで0と表記してあります。はい、この関数の増え方っていうのは頭に入れておいた方がいいと思いますね。はい、で、後ろはもうそのまま積分してもらったので、あとは無限大入れて0入れてですね、t はここにありますので、無限大を入れれば、まあ、まずは表記変えましたね。 e のマイナスラムダ t 乗また分母に持ってきてます。t に無限大を入れれば分母は無限大になるので、まず0ですよね。で、 t に0を入れれば e の0乗、いいですかね、これは e の0乗は1ですね。はい、ということで、ここが1に変わって、0を入れたらここが1に変わったので、ラムダ分の1が残りますよ。いいですね。で、後ろなので引き算してます。前にマイナスがついてますので、分配法則でラムダ分の1と、まあこんなような形になってます。はい、ということでですね、いろいろちょっと広げてですね、話はしましたけど、まあ、関数としてどれが出てくるかわからないので、ここまで押さえていれば、統計検定についてはよっぽど大丈夫かな、というふうに思ってます。はい、ということで、だいぶ噛み砕いて話をしましたが、自分がわからない部分があればですね、その都度ちょっと公式確認してもらって、いくつかポイントは話をしたので、復習してくれればな、というふうに思います。はい、それではですね、2016年6月の第10問の計算部分について話をしました。以上です。